節のね、あ、お財布は置いてこっかだね、お財布、あ、一応持っていこう。あ、でもさ、そのまんまさ、うん、あ、だってさ、水着でさ、車乗ったら汚いじゃん、うん、そのまんまお風呂行こうよ。あ、ゾインあプリクラを見せるね。明日ね、一応ショーパー入ってるんだけど、そう、暑い、一緒押せんだよボタン。あ、待って、私降りる、私まだ降りる。よいしょ。よいしょ。これ熱ぼそくるな。酒は？あれ取っちゃったの？酒。エンディ。酒？いらない。あ、持ってく持ってく。持ってく。皆さん。で、海終わったらそのままちょっと温泉入って。そう、自前の浮き輪、お腹が浮き輪になるから暑いね。これさ、高いヒール履いてたって引きずっちゃうんだよ。あ、ほんと長いね。長いんだよ。あ、メガホンありがとう、さずき。暑い。あ、ありがとう、いじめひどいねって。うん、ありがとね。伝説の水着配信です。そう、あ、日焼け止め塗ってないな、体に。キャリーの伝説の水着配信、日焼け止めね。そうだ、ちょっと持ってるかな、まゆちゃんとか。ゆっこちゃん、日焼け止め塗った？あ、大丈夫？あ、ほんと？あ、そうだね、背中の方だけあれだったらね。今日焼けるね、焼ける。そう、暑いから。いや、水着ね、今日私持ってきてなかったから。あ、海に行くと思ってなかった。まゆちゃんが持ってきてて、まゆちゃんの借りた、入ったよ、 S サイズだけど。なんか紐でね、リボン結ぶタイプだったから入った。ハイカラ水着レベル。レベルの、そう。ちっちゃいかも。でもあのカップがね、だからあのちょっとセクシーな感じです。セクシーな、いつもよりビキニ入ったよ。え？ビキニちゃんも見つもないんだけど。マジ？売り切れ？そう。ちょっと見づらいの作ってない。そうだね。心配。ほうじ茶もなかった？ほうじ茶。一番下。いや、自分で見て暑い。暑い。暑い。可愛いポンポンみたい。ケルちゃんも買ってくるの？あ、ママ、私もそうだね。あ、そこ買っといた方がいいね。確かに買った方がいい。うん、なんか買わないと熱中症になっちゃう、今日は。そうだ。水でもないんだよ。水とお茶ないから。あ、コンビニ行くか。そこにコンビニあるから、ワンちゃんコンビニ行きますか。あ、コンビニ行こうか。コンビニだったら。あるんだ。あ、コンビニでさ、コートとか買ったらいいじゃん。レジャーシートも買えるわ。あ、そうだね。水分取らないとね。もういいよ。ありがとう、じゅんちゃん、ありがとう、ハートも。もうしない。ありがとう。あ、リトルフワチューレンズもありがとう。ナイス。てか昨日私、あの、何、寝顔さらされてたよね。クランクの枠かな、あれ、エンディの枠でもか。そう、寝ちゃってて、テキーラサンライズ、そう、なんかテキーラのオレンジジュース割り飲んで、エンディ濃いめに
してたから、それでなんか寝落ちちゃって。ちゃんと連絡取れた。あ、取れたよ。いや、強いの飲んだらね、私結構ね、潰れちゃうよね。潰れるというか、寝ちゃうみたいな。そう。だってすごかったよ、グラスの半分テキーラ。あ、ほんと？あ、8号。あ、これブロックした方がいい。コンビニで日焼け止めも買えるね。あ、そうだね、日焼け止めも。やっぱ二人は付き合うことになる。あ、まあ、まあ、あんまりブロックはねしないようにしたんよ。よっぽど変なのはするんだけど。はよう。ゆこさん、なんだって？働きよって意味わかんないけどね。どうしたの？お似合いだよ。どうしたの？顔が黒ずんでる。そんなコメント見たくない。二日酔いね、若干ちょっとフラフラしたかも最初。あ、起きた時ね、ビキニ配信しますよ。ホテルどこか言えないね、ちょっと中もいいよ。あ、ちょっとコンビニ入るから一回ラジオにするね。あ、ごめんね、ありがとう。日焼け止め、そう、日焼け止めと、お待ちどおさまです。ありがとうございます。
っち側やった。あ、おつけり。ではありません。クラー。見てるのは髪色だけです。クラコンです。ちょっとやっぱりひよこんさん似てるよね、なんか。似てないよね。ちょっと似てるよね。ありがとう、じゅん、じゅんさん、お疲れちゃんです。じゅんさん、ありがとう。加工でああなってるけど、ひよこんしてんの？してないですけど、ちょっと似てないですか？全然似てない。じゃあコラボした時に横並んだ時に、俺俺の弟子だからって言わせてたんだけど、ね、本当ゾンビみたいな人の師匠とかやばいよ。師匠じゃない人だから。生で何回も会ってるけど全然似てない。キャリーと付き合ってるし。付き合ってはない。身長ちっちゃいから。そうだね。キャリーの方が高いでしょ。それはない。私の方がさすがに低い。150だもん、私。153よりはあるよ、ね、いや、153だよ。え、そうなの？そんな低い？え、そんな低いの？そうだよ、低いよ。ね、あの、ブーツで持ってるだけ。あー、なるほどね。でも私、別にあんま気にしないから。自分より高校で生まれてね、大変だったからね。あ、なんか言ってた。ひよこ、ひよこちゃんの熱心さ、高校で生まれてね。あんた悲しみにしててください。筋を痛めちゃったんで、赤ちゃんの。だからお箸がどうしても出ないんだって。ミニマニカゆっこちゃんのが体重重い。ちゃん78って言ってた。私70。ああ海日和だね。私の水着をキャリーちゃんにあのプレゼントしました。そう、まゆちゃん、ありがとう。持って帰るの？あ、じゃあ持って帰ろうかな。またね、切れたら。あー、来ました。私体重70。ゆっこちゃん158ぐらいはあるんで、身長が私より高いから。切れたよ。ひよこん、昨日夜枠でキャリーの悪口はさ、なんて言ってたの？悪口って。どういうこと？そう、意外とね、70あるよね。そう、今日は伝説の水着配信です。バカすぞー。日痩せする方かも、私。キャリーにはクラー君いるからなって。私クラー君友達だよ。うち付き合ってないし、私好きなのはひよこ君だし。出すぞ。クラー君いるからっておかしくない？え、でもさっきあの、言ってなかった？私がクラウン君の横にいたら、言ってないよ。言ってなかったっけ？言ってない。もう言わないようにしてるから。え、そう、あれだよ、ゆっこちゃんだけだよ、言ってるの。そう、そう、私はもう言わない。キャリービキニアルバム作る。安心してください。履いてますよって。写真長150。まゆちゃんにね、まさかの言われるという。あー、ゆこちゃん、ゆこちゃん大丈夫？ゆこちゃんがこけた。大丈夫？ゆこちゃん。こけた。この道で。ゆうこさん、大丈夫？ヒールだから。あ、気をつけなきゃね、これ危ないね。そうだね、岩だからちょっとね、怖い。気をつけてね。うん、あ、本
いねこれ。そうだね。どうしよう、ちょっと怖い。怖っ。ちょっとどうしよう、怖くなってきた。ちょっと待って。ちょっと待って。まだもうあともうちょっと、もしかしたらそうだね、まだ待ってる人がいるから、ちょっとね、ちょっともったいぶります。出すの、ビキニ出すの、ちょっとあれ日焼け止め塗りたい私。めっちゃ綺麗。ちょっともったいぶります。綺麗だね。とにかく明るいキャリー来るぞ。ちょっと私日焼け止めだけね塗ってね、ちょっと日焼け、伝説の水着は引っ張ります。ね、これ熱暴走大丈夫かな、てか人多いね。ちょっと日焼け止め、熱暴走大丈夫かな。ちょっと待って、暑い。パラソルね、あってもよかったね。もう履いてますよ、安心してください。履いてますよ。ちょ、日焼け止め塗るから外カメにしようか。ちょっと水着見えたらいけないから。これ高です、ゆこさん。脱ぎシーンやるけど、ちょっと落ちて待って、日焼け止め。氷とお茶、これ、これ買えばよかったじゃん。ねえ、あ、本当だ。あったよ。確かにそれだったらよかった。外国のチーターだね。あ、なんかゆっこさん、ゆっこさんとキャリーちゃん、今から脱ぐってなったら、じわじわ閲覧が増えてきた。あ、ほんと？みんな見たいんだと思う。あ、そうだ。今日は3人のビキニ姿見せます。3人、まゆちゃんビキニか。ちょっと待ってね、まゆちゃん映してる。え、あ、でもまだ脱いでないから。まだ服ってるから、ね、ちょっと待ってね。え、なんで水着見せたら性格悪いってなるの、意味がわかんないから。ちょっと足が熱い。あ、もう脱ぐの？脱がないで。え、ちょっと待って、背中の。じゃあゆこさんお願いします。はい。ちょっと待って、ゆこちゃんが脱ぐみたい。だ、大丈夫？下が恥ずかしい、ダサい。何着てんだ。
暑い。まゆちゃんも脱ぎなよ。私も脱ぐよ。まゆちゃん先の方がいいな。なんか恥ずかしい。もう脱いだら早く海入りたい。じゃあ私先。じゃあゆこさんも持っててくれる。私も。いいよ。暑いな本当に。暑い。なんか足が熱くない？暑い。暑い。私先に。暑い。足暑い。ちょっと無理。暑い。まあ、これさ、カバンが。じゃあちょっと見える？暑い。暑いのよ。足がとっても砂が。まゆちゃん今脱ぎますからね。まゆちゃんが脱ぎます。足が。まゆちゃんの水着。足が暑い。足が暑すぎる。あーもうダメ。まゆちゃん足が暑すぎる。まやちゃん、外髪にした方がいいのか、これ。え、見せてなかったの？あ、はい、はい、はい、どうぞ、いいよ。はい、まゆちゃん。見せてなかったのかよ。ひゅー。もじもじくん。もじもじくん。あまさん。はい、こんな感じです。まゆちゃん。あまさん。じゃあ私も脱ごうかな。はい。どっかの。じゃあ私の。じゃあ次。はい、行きます。ゆっこちゃん。ゆっこちゃん。あ、ゆっこさん CM みたい。ですね。あと
安心してください、履いてますよ。皆さん優勝者誰でしょうか。優勝者、優勝者誰でしょうか。優勝者誰ですか。熱い熱い、足が熱い、足が熱い。じゃあみんな並ぼっか、みんなで並ぶ。てかさ、これさ、携帯持ってけないな。でもこれ熱暴走しちゃうね。だよね。だからつければよかったじゃん。くるくる今つけてるよ。つけてるんだけど大丈夫だよ。キャリーさすが。誰が？どうですかウィキニー。え、なんか可愛くない？なんかセクシーじゃない？ちょっと。すだなちゃんたい。朝にで釣る。ウィキニー。ちょっと待って。誰がいい？誰がいい？誰がいい？誰がいいかな。キャリーちゃん？キャリー多い。キャリー？キャリー多い？あ、ユッコ、キャリー、あ、キャリーちゃんが多いかな。キャリー、キャリー？キャリーが多い。みんな黒だってか。そう、みんな黒。みんな黒だ。これね、たまたまですよ、ちなみに。キャリーがいい？キャリーちゃんかな。なんで私あ、キャリーちゃん、どうしたの。ありがとう。え、どうしたマジだ。どうしたんだ。ちょっと血が出てる。耳の下。え、耳の下。誰かティッシュ持ってないの。耳のティッシュ、ティッシュ持ってないな。整形とこから。裏裏耳の裏。どうなってる？開いた？傷が開いたのかな。開いた？ああ。どういうこと？耳がちぎれたのかな？いや、ちぎれたわけじゃない。裏ありがとう。傷が開いたかもね。あ、開いたのかも。耳の下の、まぶたの、まあまあ、耳たぶの裏側。耳たぶの裏。どうしたらいいんだろう。ティッシュないわ。ティッシュない。かなり流血してるよね。ティッシュないな。コンビニで買ってきたら、まあ、かなり流血してる。トイレとかに鏡見ないと。あ、トイレにある、トイレに、ほら、トイレ。あ、買ってくるって、うん。姉ちゃんがちしてた。これ、持ち上がり。これ、熱い。暑いからかな。温泉も入ったし。ごめん。ごめん。なんか座って冷やしたら体。ああ、そうだね。いや、引っかかってないけど。ちょっと冷やしたら体涼しいよ。ああ、冷やそうか、入ってね。暑いと思うよ、そこいたら。安心してください。入ってますよ。座ってるわ。すいません。あら、どすこい。入ってますよ。ちょっと浮かぼっか。暑いから入りたいね。そう、まゆちゃんがね、ちょっと整形のとこから血が出てて、そう。あ、ティッシュ、なんか、え、どうしたらいい？ティーバッグではないけど。あ、ちなみに花火でダンスします。ビキニだ、腹出しビキニでダンスします。あ、そう、血流が良くなってね。行ってみよう。怖いな。腹出しダンス、全身映してダンスです。そうです。
ね、そう。一応今吹いてる血を。はいよ、キャリーちゃん。ありがとう。ありがとう。ちょっと入ってみようか。わあ、気持ちいい。じゃあまゆちゃん心配だけど何もできないじゃん今私。まゆちゃん海入った方がいいと思うんだけど。うん、海入って、そう。涼しいから少し血が止まると思う。そうだね。冷たいわ、冷たいっていうか気持ちいいよ。あ、気持ちいい。言ったらさ、血出てるとか。耳がちぎれたんだ、ミントムが。寝返りかな、ホテルだ。あー、よくあるらしい。友達取れちゃったからな。マジで顔、剥がれてた、なんか傷口一層。今日私、鮮度休んだ方がいいね。俺もそう思う。そうだね。ボディシートならあるけど。座っちゃえばちょっと、うん、冷やしてね。なんか鮮血な気もするよね、少し。あ、若干、若干だからこれで温まっちゃったら、そば焼き焼いたらね、でも今ギリ冷やした方が良さそうな気がする。すごい冷やしてるわけですよ。フランクはコンビニに行ってティッシュを買いに行ってくれた。好きなのかな。そうだよ、フランクって。なんかさ、元カノに似てるって。だからあれだけど、アイテムタイムで、なんだろう、スルリラ。フランク買ってきた。なんかいろいろ買ってきた。氷とかもかな、冷やすために。フランク、優しい。胸より腹が出てる。そう、腹は F カップです。安心してください、入ってますよ。気持
ちいい。セクシまで来なそうな感じだよね。そうだよね、もう一回縫うとか無理ですよ、耳のなんか耳を一回縫取って縫って、そこが取れてるみたいな感じ、取れたみたいな感じだもんね。ねえ、ありがとう、ガポテ。でもね、気持ちいい。そんなにめちゃめちゃ冷たくはない、気持ちいいよ。暑いしね、今日海気持ちいい。深夜あんま見れないから避難だわ。暑いね、私ちょっと苦手。うん、じゃあかんそう。元気つけてよ、気持ちいい。あ、リトルフワッチュレンズありがとう。あら、あら、楽しい。ゆっこちゃん、今まゆちゃんとこいる。可能止め塗る。あーね、サメはいないやろ。あー、ケイちゃんありがとう。ちゃんナイス、フワクマありがとう。あとでダンスタイムあります。ダンスタイムちょっと、いや、まゆちゃんが心配だからね、今なんか踊るのなとか思って。あ、かなかなちゃんいらっしゃい。そう、水冷たくはない、全然気持ちいい。そうだね、皮膚が薄いとこだから。そう、まゆちゃんが、あ、でも大丈夫かな、戻ってきた。そう、夜もさ、朝も温泉入ってちょっと血流良くなっちゃったのかも。あー、そうだね、寝返りもあっただろう、その後。うーん、あはは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 、同じ人かい。待って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 、ちょっと失敗した。普通に同じ人か、同じ人。これ浮くよ。心臓力抜いたら、体の力抜いたら浮けるよ。浮くよ。待って、ちょっと今さっきちょっと心臓ちょっとずつやんないとダメだ、私これ。浮き輪が浮いて、お腹が浮き輪になってる。あー、あー、すごい、すごいキャリーちゃん、これ。わー、長さ深くない、大丈夫？深くはない、深くじゃん、もう近い。手はね、そう、大の字で上向き、上向きで。ちょっと沈んだら助けて。あ、そっか、ゆうこさんよ。顔つけもできないの。あ、怖い。あ、力抜いて。そうそうそう、じゃあ
のちゃん一緒に一緒にね、力まないでやるのね、力まないで力を抜いて、はい、抜いて、はい、わかりました。あ、浮けた？あ、浮いてる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 。うわうわね、足見えるもんね、みんなのね。そうそうそうね、本当だね。こんなところで見えんだね。ね、前もっと汚くなかった。受けたし受けた。最高。え、ちょっとなんか人が浮いて、びっくりした。びっくりした。第一発見者かと思っちゃった。ございも。ドザイモンかと思っちゃった。やばいでしょ、ドザイモンは。ドザイモンの番だよ。ドザイモンはやばい。いや、海めっちゃいいわ、これ。めっちゃ綺麗だね。波がないのもいいね。そうだね。これをさ、彼氏におんぶしてもらってさ、彼氏が平泳ぎで泳いでくれるのが夢。無理でしょ、これ。無理でしょ。沈んじゃう。クランク浮かないの。俺浮かないかも。やっぱ筋肉で。ああ、でも浮いてるよ。浮いてる。クランクも浮いてる。クランクも。ああ、首の力。まえちゃん、まえちゃんも。まえちゃんも浮く？まえちゃんも浮く？あ、でもあれか。耳が怖いから浮かない。確かに確かにそう。つけない方がいいね。うん。怖い。なんかまゆちゃんみたいな格好の人意外といっぱいいるな。さっき隣じゃなかった。さっきまゆちゃんの隣に同じ格好の人が立ってて意外といるんだなと思って。日焼け気にしてる人も。気持ちいいね。もう足が見えるってすごいよね。いいね。足が見えるぐらい。こうお魚いてもいいな。お魚いるよ。いるの？うそうそうそう。うそ。魚めっちゃいるよ。子供たち捕まえてるもん、あそこで。あとカニもいるとこ。クラウクなんか中国人の人たちの団体ところで魚見てながら一人で。何やってんだろう。何やってんだろう。中国人。中国人。入ってるよ。安心してください。入ってますよ。もう一回浮いてみようかな。浮いてみた、うん、でもキャリーちゃんがいないとできないかも。一緒に行く？一回じゃあ一人でやってみるね、うん、気持ちを楽にして。あ、ちょっと深いかな、こっち暗いかな。気持ちを楽にして、二人でカラオケ大好き。キャリーちゃんも一緒に浮きな。いいね、アタム住みたくなってきちゃった。水かけてやる。いた？いたよ。もうちょっといて。トラウマ俺もあるけど。キリ
ゃん泳げんの？私泳げる。すごい。私泳げないから。ケイちゃん意外とね、なんかできる。スノボもできるらしい。そうそう、スノボ。スノボもする。ほんとかよ、お前の船前運動会のお前見て本当にできるかどうか怪しいよ。いや、意外とね、できるんだよ。あれはちょっとエンタメでわざと面白くしてたの。でもさ、スノボほんとすごい人すごいからさ、立ってみたらキャリーちゃんがさ、上からスーッて滑ってきたらビビるけど。相手で加速するのは間違いないけど、かっこよいキャリーちゃんかっこよって。なんかね、笑える。あ、犬かきならできる。犬かき。ゆっこちゃんが迫ってくる。犬かきならできる。ちょっとめっいいね。最後これって海いい、ね、よかった。これ最初で最後だな、今年の。本当に俺もそうだわ、絶対来れないと思ってたもん。もう最後だよ、ずっと言ってたもんね、海行きたいって。最後だよ、嬉しい。誰ももうクラゲしない。ありがとう。クラゲもいなかったし、よかった。江ノ島とか合いそうだけど。幸せ。NS の7月でいた。こんな時に枠が回せる携帯がないのが悔しい。思い出に残るのに。アーカイブ。もう一個のは、もう一個のは配信用じゃないのよ。今あるのは。なくしちゃった方が配信用。最高。普通に。座ってる。最高です。座ってくりする。ボール欲しいね。ボール欲しい、ね、確かに。ボール欲しかったわ。ボールあったらね、ボール買ってくればよかった。冷たくもない、気持ちいい。気持ちいいね、ちょうどいい。ちょうどいい。何度くらいかなこれね。これね、水何度だろう。何度くらいだろう。15、16度ぐらいかな。25、6度もあるかな。21度ぐらいかな。本当に、うん、苦に合う。確かにめっちゃちょうどいいもんね。ちょうどいい。だって水風呂は16度とかじゃん。そう、水風呂は入れないかな。水風呂より冷たくないね、多分。川より良かった。あの川は冷たかった。冷たかったからね。5月とかに行ったんだ。5月だったから、いやでも嬉しい。水に浮けたし。浮けた。嬉しい。嬉しい。嬉しい。なんか浮かぶの気持ちよくない？気持ちいいね。キャリーちゃんぐらい浮けば気持ちいいよな。昔の人だ。もう
塩水飲んじゃったお腹あえ笑いすぎておもろいでしょ。大丈夫？お茶飲もうよ。そうだね。うん。どんな感じになっちゃった頭？頭なんかオールバックになっちゃった。やだー。昔の人だ。なんで？おじいちゃんおばあちゃんみたいってこと？昔の人みたい。昔の人。あ、そうだ、まゆちゃんにね、みんな無料アイテムお願いします。いや、うみーな、まゆちゃんに昔の人、泳ぎみたい。あとでダンスタイムやるから。あの、ケビちゃんは泳げるの？私泳げる。クラン君泳げるっていうか、浮かべる。浮かべるし、泳げる。え、クラン君も泳げる。別に泳げる。え、勝負する？勝負。うん、あの一、じゃあ、誰か取ってもらって、一番、どっちが早く、あ、じゃあ、ゆっこちゃん、うん、持っててほしい。何泳ぎで？ね、顔つけて、顔つけ。何でもいいよ。あの、外カメでね。ああ、はいはい。いいよ。エンディゴール、はい。ケニーちゃん VS クラウンくん。これ勝った方が何？そんなあれだね。岩場で怖かったんだけど。クラン君が勝ちでした。泳ぐとかじゃないのに、泳ぎが勝負じゃなくなってる。はい、こういうこと。早かった。そう、意外とね、泳げるの。邪魔かき早いぞ。やばい。確かに海って安いよね。あ、確かに。どうかもね。海とか確かに。でも食欲がやばい、海来ると。あ、そうだね。え、何？すごいお腹すかない、海来ると。お腹すかもね。ちょっとね、あとでね、あのダンス、ダンスもしたい。あ、ダンス？あ、ビッグ。カンカン？カンカンダンスするか。あ、カンカンダンス、いいかも、いいかも。何それ？私もやったことないんだけど。チャン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 チカンカンダンス。
しい。雑誌ってなくても階段があったな。確かに。確かにね。タバコ吸いたい、タバコ。あ、そうだね。この辺立てとこうか。楽しいな。楽しい。天候がちょうどいい。ありがとう、バブルマル。すごい、雲一つない。今日絶対この方がいいかも。砂浜が見えないから。あ、そうだね。緑とな、海も透き通ってた。うん、あれさっきのテレビで芸能人誰だったんだろうね、結局。ほんとね。なんかリポーターみたいな。熱っ。そうなの、これぐらい。知らなかった。そしてはスタッフ多すぎない？そうそう、スタッフ多いなと思った。ちゃん絶対飲んじゃダメだね。そうだね。酒はちょっとやめないと。やっぱ温泉2回入って血流良くなっちゃったんじゃない？朝と夜と。あとはゆっこちゃんがやっぱり頭蹴ったからね、昨日。ゆっこちゃんが頭蹴ったから、昨日。集合写真の時に。大丈夫だよ。キャリーちゃんよりゆっこの方が痩せて見える。じゃあこの状態で並んでみてください、二人で。あー！心臓が。じゃあ並んでほしいな。ここで回転しよう。せーの。でも身長も同じぐらい。157。でも157。
あ、イレブンしにくい。しにくいっていうよね。うん。15とかやばいよ。12が一番やばかったってか。SE とかの方がいいんだよ、iPhone って。あーね、なんか前のやつの方がね、うん。なんかダメってわけないよ。確かにマイクあるし。唾液危ないから。じゃあなんでクラウン君には舐めてって言ったの？クラウン君だったらいい。性病つんの？そうなんだ。じゃあちょっと皆さんアイテムタイムをいきますね。アイテムタイム？そう、ダンスするの。あ、今から？え、何のダンス？イヤホイダンスにしようかな。原宿イヤホイで、じゃあ行きます。皆さん、花火お願いします。キャリーちゃんが、あの、花火でダンスするらしいよ。花火でダンスします。